い、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、アラメシアのギガですね、いよいよ、3枚になって帰ってくるということで、でしかもね、制限改定ね、新制限改定でこいつが3枚使えるようになりますよと、今純正なんですけど、さらにあのスプライトジェットが1枚だったんですけども、ずっとこれが、スプライトジェット2枚使えるようになりますよということで、まあ今現在ね、撮影日現在ちょっと、5月の末なんで、まだ、制限解除されてないんですけども、6月7日から使えるようになるということで、一足先に最強デッキを作ってきました、勇者スプライト。これね、もともとね、勇者 のギミックが、消化器を使わずにスピードロードベイゴマックスで、ケルビーニを出すことによって、アクセスできるっていう話だったんですけども、このケルビーニがリンク2なんでね、リンク2を巻き込んでそのエルフとかギガンティックスプライトとか作りやすいんですよ。で、要は、ベイゴマックスが、まあ、名誉スプライトモンスターでもあるということなんですね。で、さらに、まあ、これが3枚になったことによって、まあ、普通に数値アラメシアがぶち込めるということで、まあ、できればこっちを解除してほしいんですけど、水使い解除してほしかったんですけど、まあ、アラメシアの儀3枚になったということで、今回はこの、アラメシアをガン積みした、で、さらにスパイトジェットも2枚になった、スプライトデッキをぶん回していきたい、と思います。で、スプライトを、まあ、ぶん回していくにあたりまして、まあ、正直、召喚剣を使うモンスターは、勇者ギミックと相性が悪いんで、スプライトって基本的に特殊召喚した時に効果があるモンスターが、まあ、非常に、まあ、多いということなんですけども、他にも、素早いビーバーとかね、あと、暗黒の将来神とか、召喚神みたいなモンスターはいると思うんですけども、やっぱあの辺って召喚剣を使って効果発動するんで、相性がないんですよ。で、これ、ヒーローキッズっていう、誰みたいなモンスターですけど、これ実は名誉スプライトモンスターでございまして、これから特殊召喚成功した時にできたらヒーローキッズを2の数だけ特殊化するっていう、まあ、要は1枚が3枚に増えるっていうモンスターなんですよ。で、引いちゃってもこいつ、リンクスアイにしてたりとか、エクシスアイにした後に、エルフで蘇生してあげればこの特殊召喚した時の効果使えるんで、まあ、要はギガンティックスプライトから出しても強いし、エルフで蘇生しても強いということで、これね、マジ強いんですよ。ちょっと見ていただきたいんですけど、実際動画をね。ということで、今回は制限解除されて、もうさすがに最強になってしまった、スプライト、勇者スプライトデッキ、ぶん回していきたいと思います。はい。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。アラメシア3枚使っていいんですかって話だよな。マジで。そんな使っていいことある？まあ、アラメシア引いてないんだよね。ちなみに、まあ、アラメシア引いてなくても、これで引きに行けばいいっていう話あるんで。なんだこのチェーン、ちょっと G だけやめてくれ。ウララとかはもういい。あー、ない、なるほど、 OK。 ちょっとね、 G が重すぎワロタなんで、スプライトはまあスターター握ってる場合は一応一妨害くらいは用意できるんですけど、ちょっと G 重すぎ問題が発生してまして、まあ、G はなさそうですね。さすがにこんだけ展開していいんだったら G はないだろう。で、悲願の黒天使ケルピーニさんの効果を発動して、聖殿の水使いをポーチロクって OK。これね、でこれビッグですよ。これ3丸がビッグの中に、デッキの中に3丸から、ほらなかなかこの光景なかったからね、今まで。あれ、アラブシアの儀ってさ、マスターデュエル実装当初って3枚だったんだっけ、どうだったんだっけ、え、2枚だったっけ、なんか、ま、あの水使いが2枚だった記憶あるんだけど、ちょっとグリフォンライダーだけ出して、まずこのこれ以降の誘発をケアさせてもらって、はい、何だったんだろう、なんか最初チェーンしてた気がするんだよな。なんかあれか、使えないモンスターとかか、まあ、家具とかか、まあ、またはあのレスキューエースのエアホイスターか、まあ、その辺のカードだったりするかもしれないですね。はい、あと相手 あの勇者のグリフォンライダーとか、グリフォンライダーもね、一生僕出てこれますよって言うんですよ。はい、でこれちなみにヒーローキッズとかいうバケモンが、これマジやばいっていうことをお見せしますね。スプライトエルフをこれ巻き込んで作りまして、でスプライトエルフの効果を起動する。でエルフの効果で自分の力から、ヒーローキッズ、これ特殊召喚しますと、ヒーローキッズ特殊召喚された場合、なんか、同じやつを好きだけ出すっていうガチやばい効果ありまして、これできれば100枚ヒーローキッズが出てくるという話ですね。はい。強すぎ。レベル2並びすぎ。めっちゃ強い。ほんで、これちょっと待って、盤面足んなくね、これ。勇者あると盤面足んねえな。
盤面足んなくて草なんだけど、レベル2のモンスターが2体でオーバーレイするしかないか。で、ギガンティック、スプライト出して、効果起動。これはですね、まあ、ジェットで、まあ、魔法穴構えに行くっていうのももちろんあるんですけど、さすがにブルージェットするよりもレッドキャロットした方がこの盤面は強い気がするんで、こうしまして、で、まあ、一旦マスカレーナーかな。これね、難しいところがあるんだよね、このね、まあ、その魔法トラップどっちをね、その先に無効にするか問題は結構あるんだけど、まあ、むずいよねこれ。これレッドキャロット一応構えといた方がいいかな。これどうなんだろう。難しいところではありますね。いやまあでもスターターかさすがに。ブルーなんなら余ってるのやばくない？これブルー余ってるからね、手札にまあ次のリソースになるから、まあまあ弱くはないんだけど、でこれでブルーを手札に残しつつ、レッドキャロットグリフォンライダーマスカレーナからリトルナイトみたいなあの動きができますので、さすがに強いんじゃないですかね。で、まあ、一応、ドラッコバックを装備してしまってもいいか。戦闘破壊耐性結構ね強いですからね、これ旅路があると装備カード装備してると戦闘破壊耐性が1回付与できるよみたいな効果なんで、まあ、勇者トークンは1回だけ知らないみたいな。はい、でエンドフェイズ、まあ、一応ねレッドキャロット構えられてるんで、どっちから、ま、あの魔法トラップどっちから入られても大丈夫、まあ、グリフォンライダーもいるという感じですね。でまあ、最悪コストが欲しければグリフォンライダー効果使った後にエルフでレベル2を蘇生してあげれば、まあ、コストもまあ起動できるという感じですね。はい、魔法トラップの増援はいいわ。魔法、ティアラメンズレイノハートかエアホイスターか。あー、エアホイスター OK。 ね、盤面埋まりすぎ盤面が埋まりすぎ。あ、ディアベルスターか。ディアベルスターはねちょっと反逆持ってこられるんだよね。反逆どうせ使わないといけなくなっちゃうんで、まあそれだったらまあ別にここで打ってもいいかなっていう気がしますね。でディアベルスターはちょっと破壊してあげた方が多分なんかコストにならなく強い、リンク召喚のコストにもならないし現在砲とかも打ってなくなるんで、まあ、一応これは爆破しておく。でこれ自分のターンだから出てはこれない、まあ、一応レッドキャロットがアイアホイスター、なるほど、エアホ効果、エアホ効果あかんやろこれ、エアホ効果あかんねえ。スプライトレッドの効果起動、キャロットを、リリースして相手のモンスターの効果を無効にしていく。これエアホイスターで殴られないと強いね。あ、なんだこいつ、エアホイスターの効果だとやるじゃねえか。まあ、一応スプライトエルフの効果起動してキャロットだけ蘇生しとくか。魔法トラップ、レスキューエースは魔法トラップカードが強いんでね、なんかエマージェンシーとかが強いのでこれで効くからだね。だからこれこうして特殊召喚しといて、でこれでレッドをコストにしながら、向こうを構えて、まあ、牽制していけばいいかなって感じするわ。うん、無駄がない、非常に非常に無駄がないと言っておこう。まあ、これでリトルナイト打たなきゃいけないパターンはある。あ、打たなきゃいけないかもしれない、これ打たなければならない可能性があるわ。なるほどね、リトルナイト行くしかないね。でリトルナイトの効果を使ってターブランス除外するしかない。これオフィシャルヒゲダンディズム持ってても多分大丈夫だから、あの1体ではリンク召喚できないはずやから、まあ、一応なんとかなってるかなって気がするね。でリトルナイト君出しまして効果を起動。さあ貴様のターブランスは吹き飛んでいただくぞ。絶対に4枚セットはさせない構え。よし、エマージェンシーないね、これチェーン的に、チェーン的にエマージェンシーはない。さあどうする。相手手札が2枚、こっから手数出すのまあまあきついでしょ。相手こっからかがり火とかやったら泣いちゃう俺。まあそのかがり火も無効にできるんだけどなまだキャロット残ってますね。よし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 、さすがに最強。いや、やっぱ先行取れればねめちゃくちゃ展開できればんだけど、先行取ってさすがに強いですね、さすがに強い。あ、うららね、あ、すみませんでした。グリフォンライダーは持ってこれないようになっているらしいです、システム的に。なるほどね。ではまあ、エルフの効果を使いまして、ヒーローキッズ、ヒーローキッズ1回仕事したらもう仕事なかのうぜえな。でキャラッターレッツ、そしてこれ打点足りてんのかな、打点足りてるか問題まあまああるんだけど大丈夫。
でこれ俺さ別にもう蚊で攻撃すれば勝てるからいいやと思ったら抜いたんだよな、なんだっけスプライトどうちゃらこうちゃら、なんだっけスプライトガンマバースト6300、2000縦にして耐えてるわバトルオッケーナイス。でスプライトはね打点が低すぎてワンキル取れるか否かかなり怪しいっていうのがね弱点となっていましたが、まあ、勇者のおかげで打点も揃っていると。はい神ゲー。待って、勇者スプライトこれ強いな、めちゃくちゃ。2戦目完全に録画ボタンを押し忘れましたので、リプレイ解説をしていこうというふうに思います。アラマシアのギアをね3枚使えるようになりまして、これ3枚採用したかったので、今回ルームでアンリミテッドルームを使ってやっております、撮影を。はい、で相手、先行でティアラメンツ、さすがにこれハンド強ないかこれ、両方とも融合確定処理やん、最強かよ。で、相手もねアラメシアのギアを使って勇者ぶち込んでくると、まあ、勇者ホルスティアラメンツみたいな感じですかね、デッキ。はい、でホルスの効果使って王の棺、持ってきながら G を拾ってくると。でシェイで、ハーフに仕切っても融合確定っていう、まあ、ちょっと結構犯罪チックなムーブしてくるんですけども、まあ落ちたのがなんで、メタノイズじゃない、メタノイズか、メタノイズ と、ドラコバック。はい、で、まあ、そこの落ちはそんなに強くない。で2体でキットガラス出てくる。でここでキットガラス効果通っちゃうと世界終わるんで、一応ね無限法要でぶち込んで、キットガラスの効果を無効にしていくと。まあ無限保養は、キトガラスに打てと、言われておりますのでね、ティアラメンズ相手2は。で相手 G あるんだけどね、これね確かね G アンデッド死にするために G 捨てんだよな。でそう、はい、これな、これちょっとこれが弱いところでも強いところでもあるんだけど、一応アンデッド のコストを手札捨てないといけないんでね、ホルス王子を送るためには。で G 捨ててレベル82体と、レベル82体から、ジ・アンデッド・ヴァンパイアが出てきて、ジ・アンデッド・ヴァンパイアの効果によって、はい、相手の墓地に落ちたのが、クラウンと、オロフクとウララと、まあ、ティアラメンツ・レイノハートで、こっちの墓地に落ちたのが、ここログ見ればいいのか、俺の墓地に落ちたのに、こいつ落ちました。スターター行きましたけど、スターター行きましたけど、これ落ちたんで、あ、ドラゴンバック行っちゃいました、うざ。はい、という感じですね。でレイノハートとクラウンが出てきて、で、まあ、ランク4もできるし、まあ、融合もできるんだけど、まあ、カレイとかしてもあんまりこれ罠構えられてなくて強くないんで、多分なんでここでルーカロスが出てくる感じですかね。はい、で2体で、まあ、マスカレーナとか作って、まあ、相手ターンのリトルナイトの構え、これも十分強いですからね今ね、こういう現状。無限保養を打ってキトカロス止めましたけども、ルーカロスで特殊掛け合いの効果を無効にできるし、ね、マスカレーナとレイノハートから、まあ、リトルナイトが飛んでくるという感じですね。さあ、こんな状況で、まあ、一応面の旅路で圧縮しておいてエンドフェイズ俺帰ってきたターン、はい、手札これまあまあ強くない、手札、まあ、抹殺マジでいらないけど、まあ、手札はかなり強いかなといったところで、特殊召喚できるのがベイガマックスいるんで、ベイガマックスから入っていく感じですね。で、自分の、墓地に落ちていた水スカイの効果を起動する。でアラメシアの火持ってくる。でベイゴマックスの効果使ってタケトンボーグで、タケトンボーグ独自召喚から、アラメシアの火、はい、を使います。でティアラメンツルルカロスが、これ無効にしてきますと独自召喚する効果なんでね、はい、まあいいんですよこれ。なんでかってね、これ発動無効なんですよこれ。ルルカロスはね、これね発動を無効にする効果なんで、発動を無効にする系のカードってその一旦1枚しか発動できない系のカードを貫通できまして、2枚持ってればね貫通できるんですよ発動無効なので発動しなくなってるんで、もう一回発動できるというね、インチキムーブして、でアラメシアの技能効果を使って、もう一本ぶち込んでいくと。でこれいるからって感じですね。でグリフォンライダーを追ってきて、グリフォンライダー出すことによってもう、マスカレーナも無効にできるんで、マスカレーナここで打つしかないという感じですね。でマスカレーナの効果を起動する、リトルナイト出てくる、ジオマルちゃん来る、今特殊召喚される、はい、でリトルナイトの効果を起動して、グリフォンライダーを飛ばしに来るが、グリフォンライダーの効果を無効って言ってこいつを、無効にするが、さらにその効果チェーンしてリトルナイトの効果で勇者トークンと吹っ飛びますみたいな感じですね。はい、でそうするとモーさん2体消えましたと。でただでこのやはりこのアラビシアの銀のみで
この二誘発を踏むことができる、誘発が二妨害を踏むことができると。マスカレーナ・ルルカロスなんてものはね、アラビシアの銀2枚持ってるのはね、貫通できるんですよ。これ強いね。はい、というわけで、アイテムをこれ、泡吹に倒れるそうなんですけども、レッドブルーという最強武器ですね。で、ジェット特殊召喚。で、ジェット特殊召喚からのスプライトスターター持ってきて、まあ、ジェットもちなみに2枚になりましたんで、スプライトスターターにアクセスする手段もかなり増えました。はい、で、エルフ効果。ブルーを特殊召喚スキータイドオーバーレイ。特殊召喚シャドウもスキート。はい。これちなみに皆さん、ご存知ですか？スプライトデッキ使ってればね、よく飛んでくるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、要するにお前を殺すって書いてます。ぶん殴った時になんかその幻覚カウンターなる謎のカウンターを相手モンスターに置きまして、幻覚カウンターが置かれてるモンスターと戦闘を行う場合、自分のモンスターがその置かれてるモンスターの、攻撃力の分のダメージを相手のライフにぶち込むっていう効果がありまして、これは1ターン1度の制限ありますので、もうひたすらに横に並ぶスプライトとめっちゃ相性が良くて、まあ、モスキートでワンキルが簡単に取れますというところです。はい、まあアマゾネスの剣士ではないんだけど、まあ、全員を、まあ、すげえ強いアマゾネスの剣士するみたい なんかイメージ、まあ、効果ダメージだからちょっと剣士は違うんだよね。で、モスキート効果で幻覚カウンターを相手に置く、この幻覚カウンターとかいうのも意外と可愛い。で、あとはひたすらにモンスターで特攻しまくれば相手に3000バーンが入りまくると。だからこれ攻撃表示でも守備表示でも変わんないです、結局ダメージを入るんで。強ない、何がっていうか、本当このモスキート最強だし、アラメシア2回でルルカロス貫通してるんで最強と。これ3枚使えるの熱いでしょ。スプライトめちゃくちゃ久しぶりに使ってるんだけどさ、楽しいね。うん、久しぶりに使ってるから楽しい。ジェットちょっと2枚もいらないんだけど、ジェットくん2枚もいらないんだけど、まあ1枚は召喚すればみたいな話あるから、まあまあまあ、あ、置いといてね。あとね、これ着地狩りにガチで弱いから、あのスプライトって、基本的には。なんで、この着地狩りだけはね、ちょっと貫通したいんですね、基本的には。ここがオラから枚数あるんで、まあ、アラメシアから入れるとは思うんですけども、まあ、相手の妨害がなければなんですけどね。ちょっと待って、お邪魔軸とかいうガチでやばいカード発動しろよ、相手。やばない？いやー、ちょっと、マジこれ待って。このお邪魔カードたちをあれコストにホルス展開をしていくっていう最強カード、最強デッキ、ジャイアントレーナー、やばい、熱血指導きた、風紀委員の先生、これ僕バット何本持ってんのこいつ、バット何本持っとんねん、やばすぎだろ、何本持ってんだろマジで。まあ、他にもバットあるから、まあ、実質10本ぐらい持ってんじゃねえかあいつ。ちょっと待ってくれ、なんかお邪魔カード入りすぎじゃねえ、これどっかで見たことあるんだけどこのデッキ、なんかおじゃほるやんこれ。ちょ、最低限さ、モンスターゾーン、ちょ、2個だけ開けといてくんない？あ、2個だけ開いてればまだワンチャンあるから、俺のデッキ。2個開いてれば全然ワンあるんですよ。じゃあね、いいわ。まあ、それはいい。もう最悪。で、これあれだろ？どうせザコとも融合すんだろ？ザコにはザコの使い道があるっつって、融合すんだろ、これ。ちょ、待って、これ、伏せカードだったらやばいな。このネクロフュージョンっていうね、最強カードでね、まあ、そこまではいい。いや、そこまではまあ、最悪いい。あ、まあ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 、許そう。そこまでは。ちょ、もう一枚あるかどうかなんで、あとは。ちょっと待って、マジでやめて。あ、てか、あ、そうか、ベルテアラコンダ、やばい、やばい、楽融合か。これ、墓穴引いたらワンか。墓穴引いたらワンあるな。デッキトップ、墓穴引いたらワンある。し、いやー、どうだ、え、おい、すげえゴーじゃねえか。わ、どんだけゴミ引いてんねん。お前どんだけゴミ引いてんだよ、手札通常モンスター5枚ってこと。さすがにそれはゴミ多すぎでしょ。相手の手札なんかブラック、ブラック、グリーン、グリーン、イエローとかだったことでしょ。やばくない、ふざけんなよ。ザコにはザコの使い道があるってか。まあ確かにな、ちょ、リアル満場力強すぎ、笑った。アナコンダでスリエゴをコピーしてるやつなかなか見ないけどな。ま、何もできないんですけどね。